メリークリスマス、ミスターローレンツ。前回の番組で予告したようにチャンネルさくらさんにまたお呼ばれしました。放送は平成30年の12月29日土曜日、討論日本よ今、こちらにお邪魔してまいります。パネリストは、体温ある西村幸雄先生、そしてジャーナリストの石井孝明さん、また前北海道議員の小野寺勝さん、そして今回ガナハ雅子さんもお見えになるそうです。チャンネルさくら討論どんな内容になるか分かりません。もしかするとですよ、ポロリはありませんね。まあ、いずれにしろこのホーリーナイト、私は南青山あたりを歩いていることでしょう。というわけでクリスマスイブの今夜、さながらクリスマスの本場と言われるアメリカでは、今現在公共の施設からクリスマスツリーがなくなり、メリークリスマス、これも挨拶として使えなくなりつつあるとか、代わりにハッピーホリデーとなっているとか、その理由はポリティカルコレクトネス、政治的正しさとかいうね、なんかありまして、つまりメリークリスマスっていうのはキリスト教的な価値観よって、イスラム教とか仏教とか、まあ、他の宗教、こうした宗教的多様性の面からメリークリスマスはキリスト教だけなんでダメだそうです。論理とか科学とか、まあ、そうしたものとまた別の次元を走っている、まあ、人間の真実の一面でもある宗教について目くじら立てるというのはいささかやりすぎ、というよりこんなこと繰り返しているから社会の分断が起こり息苦しい社会になっていくのではないかなと私は考えます。そして幸いのことにまだ我が国にはメリークリスマスという余裕もある、ハッピーハロウィンなんかもありますね。まあ800万も神様がいるんで、今更ね1人や2人増えたって何の問題もない。そしてクリスマスといえばあのノーラットのサンタトラッカー、あのですねサンタさんが今夜12月24日の夜から、まあ、正確には12月25日になった瞬間ですかね、そこから世界中を飛び回って良い子にプレゼントをこうあげる、その姿をなんとアメリカのノーラット、ここが実況中継しております。その URL はここに入れておきます。これね、年々追跡能力が上がって、当初はカクカクの CG、 あ、いや映像だったものが最近こう滑らかに動く、そんなサンタさんの映像を子供たちに見せると、おいやめいとか、これで完全にダマくらかす。あ、失礼。サンタさんの姿を見せてあげることができるんですよ。ノーラット。ぜひご覧ください。さて、今回は宮脇チャンネル増刊号ドドーンの増刊号の後半戦。12月16日から始まったこの1週間。番組の中で取り上げる機会はありませんでしたが、世間をざわわっとさせた話題が、南青山、この番組の配信直後に私がチャンネルさくらで、ね、お呼ばれしているところのすぐ近くの南青山、こちらに児童相談所を含めた総合の、まあ、子ども支援施設、子育て支援施設を港区が作ると、これに地元住民がざわわというよりはもう大反対猛反対しているとのニュースが流れました。その反対する意見をざっくりと言うとこんな感じ。南青山はおはいそな町なんで、そんなね貧乏人の小せがれとか来たら困るのとか、そんな不良少年とかやってくるんだったらわしら自警団を作ってポリコレ棒で殴ってやるとか、ここら辺は意識の高い公立小学校があるんで、そこに通わせるためにわざわざ高いお金を出してお家を買ったの、なのにそこに貧乏人の小せがれとか通ってきちゃったら、不幸な子供たちとか来ちゃったら、私たちの敗訴なお生活を見てきっと落ち込むわ悲しむわ、だってここら辺スーパーって言ったら紀ノ国屋でしょ、もうねみんなねお高いのだって。公立小学校、まあ、公立学校というのは金持ちがあって貧乏人だって誰だって入れるから公立なんだよ。またよ、自警団作るとかほざいてたやつ、それな私的制裁だろ、言い換えればこういうことだよ。はい、南青山の住民、我々は子供をいじめます、子供をいじめるぞ、
ぶん殴るぞアホか。私は実にひどい話だと思います。実は先ほど紹介したサンタさんの追跡サイト、こちらの映像がまだカクカクだった時代、その頃にこのサンタさんを見せた甥っ子は実はとある児童相談所で半年間ほどお世話になっていたことがあります。40歳と若くして亡くなった姉の子で、残された子は、姉の再婚相手、再婚相手に引き取られました。そこで、まあよくある話です。ドメスティックバイオレンスDV ですね。それに遭いました甥っ子は家を出ました。そしてひとたび警察のご厄介になり、そして児童相談所に行くこととなりました。タバコ吸うでも恐喝するでも、夜の校舎窓ガラス割り続けるわけでもなく、もちろん盗んだバイクで走り出したこともありません。その甥っ子の行く場所は児童相談所しかなかったんです。厳密に言うとうちに来いっつってたんですよ。だね、このガキおじさんのとこ行くと超絶勉強させられっから嫌だっつって、で警察行っちゃって、で結局児童相談所のお世話になったというお話ではあります。なんでね、その後児童相談所で半年お世話になった後、うちで引き取り高校に入るまで、まあ猛勉強させました。その時のね、もう大変だった思いは、今や懐かしいミクシーの方で追い日記として綴っております。もう私の血の涙が、甥っ子じゃないですよ、私の血の涙が、そこに綴られております。よろしければ何かの機会にご覧ください。まあ、ともかくそんな形で児童相談所に入った甥っ子、ここがまたね地獄だったそうです。というのは、彼が児童相談所のお世話になったのが2010年、あの東日本大震災の前年の夏、あの記録的猛暑の年、入った子供たちはね、こう多分体力をそぎ落とすためでしょうね、毎日マラソンをさせられるそうなんですよ、そこの児童相談所では。とあの2010年の猛暑の中、もちろん健康には気をつけてくれてるんでしょうが、もうずっとマラソン、地獄だった、おじさん家行っときゃよかったって、彼もまた血の涙を流していたそうです。ただ児童相談所に入ると引き取り手が現れるまで外に出ることはできない。よって自警団がポリコレ棒を持って、悪い子いねえかってね、南青山の街をまるで生ハゲのように歩いたからといって、そこに児童相談所ができても悪い子は出てこないって話。そしてまたこの施設にはいろいろな事情で行政のお世話にならざるを得ない母子家庭なんかも入るそうです。いわばそうした公的支援を必要とするお母ちゃんと子供、そういう人たちを拒否する南青山、どんな街なんでしょうか。とはいえこれはツイッターのフォロワーさんなんかも、また知り合いなんかも通じて話を聞くと、青山周辺、南青山周辺でも昔から住んでる方たちは、うんうんいいよって、そういうね大変な人たちも含めてみんなで街を作っていこうよという人の方が多いそうです。そういう話を小耳に挟んでいるがゆえに、余計ねこの報道にある自分のことだけしか考えない、自分の子供しか可愛くないかと思われる大人を見てると、その姿に私は悔し涙を流しました。得てしてこうした問題というのは、後から入ってきた住人が文句を言う。これまたある自治体から聞いたんですが、例えば公園があって、そこの近隣住民から子供の声がうるさい、ボールが飛んできて迷惑だ、こういうことを言う人の大半というのは、公園ができた後、そこに家ができて新しく移り住んできた人たちが文句を言うそうです。またお前は当事者じゃないからそういうこと言えるんだなんてね、おっしゃる方たちがいます。我が東京都足立区と言ったら、ね、とかくね、口の悪い連中どもが、貧乏人の町だとかね、生活区だとかね、そんなことをほざきやがるんですが、意外とね、足立区って、これ持ってる人多いんですよ、これ。昔からの地主さんもいますし、何より、あっちこっちに幹線道路は通るわ、高速道路通るわ、果てに日暮里トネリライナーとか通っちゃって、その周辺でね、土地を持ってた人たちは、それ売るだけで、もういきなり金持ち。また、縄文時代からね、足立区って人が住んでるんで、まあまあ、本当に地域と共に生きる地主さんなんかもいて、そういう人たちはやっぱりね、持ってますよ。それではなぜ足立区がそういうね、苦しい生活をしている人たちのイメージがついたかというと、これ東京23区全体を一つの市とする考え方。
まあ、東京特別区とも言いますが、この全体を見た時の行政の負担の中で足立区、まあ、東京の北部エリアというのはいわゆる低所得者層、この所得の少ない方、また所得の少ない労働者を受け入れるための住宅がいっぱいできた。平たく言うと団地がいっぱい作られた。そしてそこの団地に入って一生懸命頑張ってこれ稼いだ人たち、実は今私が住んでるところの近所にも小学校中学校高校の同級生だった。でその人はの家は団地に住んでたんですが、今やね豪邸建てるどっか。でその空いた団地にはやはりまた同じように今生活に頑張っている人たちが入ってくるんで、結果的に、まあ、そういうね低所得者とかね成金どもが嘲笑う貧乏人ねがいる。当たり前の話ですが、貧乏人だからって心がねじ曲がるってわけではないですし、犯罪人になることだってないですよ。金持ちだってね、どこかの芸能人の息子がずっとなんかいろいろとこのことをやってたとかね、あるでしょ。金が全てじゃないなんて、まあ綺麗には言えないんですけどね。この週紹介しきれなかったビッグニュースが12月19日のソフトバンク上場だ。そして1500円で公募した、この価格で売り出しますよとしたソフトバンクの株価がデデンって、初値が1464円だったかな、2円だったかな、なんかで、そこから持ち直すのかなと思ったら、ドン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 と下がり続けて1300円台で落着。その翌日はなんと1100円台まで一時割り込みました。もちろん株価というものは水物なんで、今の価格が全てとは言いませんが、驚いたのがこの上場初日の12月19日、テレビ朝日モーニングショー。もう番組内容はソフトバンク上げ上げ。専門家として登場した教授先生様は、あの中指姫さんもいらっしゃる立教大学ビジネススクール、こちらの田中道明教授先生様。彼は公募価格を割り込んだ初値に対して、地合いが悪いんですかね、地合いが悪いんですよなんてねフォローしておりました。確かにアメリカの利上げや米中の貿易戦争、あるいはもっと言うと日本の増税気配、これによって株価はダダ滑り状態で、安倍政権誕生以来の年初の価格と年末の価格、これが下がりそうと、確かに空気感悪いのは悪いんですが、ソフトバンク自身が抱えている問題の方が大きい。まずはあの大規模通信障害、そしてファーウェイの中継機とかいろんな機器をソフトバンクは大量に使っていたんで、これを更新する費用が莫大にかかると言われていて、さらにペイペイのクレカ不正使用、そして何よりも菅官房長官が指示したように携帯電話の通信料金、通話料金、これが高すぎるので4割下げろという、まあ、政府からの要請が出ている。これらをまるっと考えたときに、通信事業会社としてのソフトバンク、これが果たして今後も成長していくと考える方に無理がある。先ほどの田中道明教授に至っては、公募価格を割り込んだ初値に対して、長期的に持ってればね、中長期で持ってれば大丈夫ですよ、みたいなことをおっしゃっていました。これね、株式投資で絶対やっちゃいけないこと。上場直後に上がってここで売ろうとするその戦略を取ってて、これが下がっちゃった。まあ、いわゆる読みが外れた状態になってるわけ。その時にはもうこれはもう外れ。はい、残念って。見切りをつけなければならないんです。その反対に一番やっちゃいけないのがポジションチェンジ。これは短期のものだ。うん、読みが外れた。うん、ここは長期戦略だってやると、どん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 損失が膨らんでしまうことがある。また、司会の羽鳥慎一さんは、ソフトバンクの株式配当、配当利回りがだいたい 5% なんで、この 5% で回収すれば、みたいなね、ことをおっしゃっていたんですが、この配当というものも、決算が終わって儲かっていた、その儲かった利益から出すもんなんで、ソフトバンクに仮に利益が出なければ、この配当っていうのは、絵に描いたお餅。また、配当成功 5% だとして、これが、売り出し価格の1500円に対しての 5% だったら75円。ただね、株価が下がって1000円にまで下がっちゃったら 5% の配当は50円。すると、1500円で買った株、これが1000円まで下がって、配当益で取り戻そうとすると、まあ、単純計算10年かかるんです。
それも10年間ソフトバンクの株が1000円より下がらず、さらに 5% の配当を出し続けて、それでようやく10年経って公募価格の1500円の損失を取り戻せるというか、ここでようやくプラマイゼロになるということ。この計算において利息はついていないんで、今銀行の普通預金の利息なんてほぼないに等しいですが、リスクを取って10年間お金を動かせない状態で結局10年後にプラマイゼロ。これは金融商品としてかなり魅力がない。このテレビ朝日モーニングショーには前科があります。あ、鍵括弧付きの前科というのは、あのこうね、ライザップが黒字から超絶赤字の決算に修正をして株価がズドーンと落ちた。この時にライザップって素晴らしいっていうね、もうこれまた風説のルフ的な番組を放送していた。まあ、今回の修正なんてね、さらに大きくなるためのちょっとしたつまずきとかね、もうひどい番組やったんですよ。そしてこれからライザップはもっともっと大きくなるんじゃないかみたいにね、煽って、その日も株価下がったんですが、それが11月の中旬の話で、この週のマーケットが閉まった12月21日の株価は、ついにライザップ200円を割り込んだ。つまり、モーニングショーが一生懸命ライザップ盛り上げようと思ったその日にもズドーンと落ちておきながら、そっから1ヶ月経って、ズドーン今、沼に突入しております。株式投資を私も僭越ながらやっております。その立場からすると、このモーニングショーがやっていること、この放送内容、報道姿勢は完全に風説のルフと私は思います。しかし、ライザップで、そして今回ソフトバンクで必死に上げ上げってやって、結果は下げ下げになっている現実を目の前にした時に、ここにある神の存在を見つけてしまいます。それは逆進。基本的にモーニングショーの報道姿勢って、まあ、こんな人たち系なんで、まあ、こんな人たちの得意技といったら逆進。応援する方が負ける、とりわけ選挙なんかでは応援してる方が負ける傾向が強く、その逆進、逆神っぷりがついに株価にまで、株式市場にまで及ぶようになったという疑惑は深かった。まあなんやかんやといろんなことがあった1週間ではございますが、平成30年もほぼほぼ1週間で終わりを告げようとしております。この残された時間を存分に楽しみたいと思う今日この頃です。というわけで、ポリコレとかなんかね、そんなの関係ねえな、みやきチャンネルかっこかり、メリークリスマス。チャンネル桜は12月29日の配信です。そちらでもお目にかかれれば幸いです。で、いつものあのコーナーが始まります。それではまた次回も見てくれるかな。ワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。完全勝利席というものが、赤が勝ち、ヤクザが撃ってバカがいる。あの病気だってあなたに会えたから。